どうもあういす今日は6月月月日日ななのので、えー、6月が半分終わった最初の月曜日となりますでいつもはね勉強方法だったり、まあ、先週はね80点取る方法って投稿しましたけどもえ今回はねどうしてもこの半分終わった最初の月曜日は伝えたいことがあってそれを伝える動画にしようと思って決めてたので今日はそんなだらだらとね話す感じになります。だからカット編集意図的に入れません。 なんかみんなの目の前にいて直接話しかけられてる感じの空気がね動画で伝わったらいいなと思って意図的にしてますまあテロップで入ってるかもしれませんけどなのでまあ長くなんないように気をつけて5分以内頑張って3分 <laughs> で喋っていくからまあ勉強の休憩がたらでも見てみてもらえたら嬉しいです何かっていうと伝えたいことがね何かっていうとみんな頑張ってんだよって、うん、頑張ってこれ見てくれてるあなたよ君のことだよ 頑張ってるんだよっていうのが伝えたかったあの前の動画でも言いましたけど6月って本当に難しくて頑張るのも難しいしやっぱりメンタル、うん、気持ちをこううまくコントロールするのがすごく難しいです頑張ってるのに頑張ってないように思っちゃうしで周りは頑張ってるに思っちゃうし、うん、自分なんてやっても意味ないんじゃないかなって思いやすいしね 実際俺も大学受験の時に勉強してたよ偏差値足んなかったからねめちゃくちゃ勉強めっちゃ頑張ってたけど一向に伸びてる気がしないできてるようになってる気がしないんだよねすっごい努力してるのに前に進めてる気がしないでも周りは前に進んでるような気がするんだよねああ俺はなんか世界に取り残されていってるんだろうなってすごい思ってたしねまあもしかしたらそんな風に感じてる方もいるんじゃないかなと思って励ましたいってわけじゃないけど 少しみんなの背中支えさせてって、うん、思って、まあ、今回ねこんな動画にしてみたの,あの。なんでみんな頑張ってるよって伝えたいかっていうと、まあ、そう思ってるかっていうと、うん、頑張ってるからこの動画ククリックしたんんだだと思うんだ、うん、もちろんこれは勉強動画ではないし、うん、たまたまねなんかサムネイル見て気になってクリックした方もいるかもしれないけどもともと多分俺のことを知ってくれていて なんか自分の中で引っかかるものがあって、うん、ポチって押してくれたんだと思う、まあ、そのねフックというか引っかかったものは人それぞれ違うだろうけど勉強なんてどうでもいいし俺に関係ないし私そんな知らないけどそう思ってる人はね引っかかんないと思うんだこの動画だから、うん、みんな自身がもしかしたらまだね今の生活自身、まあ、100点の生活なんてなかなかないけど 改善点はあるかもししなないい、うん、あるかもしんないよもよっと頑張れることができるかもしれないでも頑張れることができるその余白があるっていうのは頑張ってないっててなないいいうことではないよねだって努力してる人でも余白はあるんだから俺も今仕事ね特に6月忙しいからいや頑張ってると思ってる自分で、うん、でももっと頑張れるかって言ったら多分余白はあるよある <laughs> あるけどそこまでやっちゃうとちょっと あのオーバーヒートするかなっていう気もするから自分の歩幅自分のペースっていうのが大事だと思っているので、まあ、それを意識しながらやってるわけでな、まあ、だからこそ、うん、みんなにも同じようにというか感じてほしいなと思ってて、うん、みんな自身の生活がさ今うまくいってなかったりすることもあると思う一、ね、日単位で切り取ったらさ「あ今日めっちゃサボっちゃった」とか「今日いっぱい YouTube 見ちゃった寝ちゃった」って日もあるかもしれないいいじゃん 1日だったっったたてそんなあったって神々だけど <laughs> いいんだっていいそうやっていろんな日があってでもうまくいかなかった日があってそれを「ああ私ダメだもん」って思うだけなのかなんでうまくいかなかったのかってそこをちゃんと分析して追求してじゃあね例えば YouTube いっぱい見すぎちゃったって反省してる子もなんで見すぎちゃったのってやることやってから見たらよかったんじゃないかもしれないしそれは対策違うと思うよ。 1あの一本見ようと思ったのに関連動画に引っ張られて2本目見ちゃったことがダメだったのかもしれないそしたら次見た時は関連動画で気になったものがあったらチェックしといて後で見るようにするですれば次はそうならないかもしれない未来に生かせてるじゃんいい俺らもそうだけどあの完璧じゃないからうまくいかないことなんていっぱいある自分自身の反省だっていっぱい出てくるでもそれは未来の自分に生かすために 切り替えとかそれを参考にしてさ分析してさ次に生かしていけたらいいんだってそううまくいかない日なんていっぱいあるからでもそれを未来にどう生かすかっていうのは今の自分が選べるわけだからなんかそんなふうに考えてほしいなと思っておりますちょっと堅苦しい話しちゃったけど違うんだよみんな頑張ってんだぞってうんそれは伝えたいし前に進めてる気がしないって思う方特に受験生の方はそうだと思うんだけどそう思う方がいたら違うよ違う。 勉強ししててて努力るる限り絶対に前に前進めてるからみんなの志望校とか夢がある方だったらそこに向かって一歩ずつ前に進めてるから進めてない日なんてないからいい。って振り返ったらそう思う俺もあの時は思えなかったよ、うん、だからみんな自身も今これ言われてもさ「いやとは言っても」って思うかもしれないいいよ全然いいのそれでもでも、あのーそのね、みんなの姿を見て違うって前に進めてるぞって暑苦しく言ってるおっさんいたなって思っといて。 本気で思っててててるかからららそそれれは、は、うん、なんかそれを伝えたた。た。くてね、今回動画撮らせてもらいい、ままましたしし喋りすぎてます、はい、失礼しました <laughs> ということでねここまでご視聴いただきありがとうございました来週からはねまた通常のあのー、なんだいろいろ話す動画に戻りますけどもしよかったらね、あのー、またそちらを見てもらえたらと思いますでもし今回みたいななんかちょっとダラダラ話す感じになっちゃうけどまあこういうのもありかなって 思ってもらえたらコメント欄に感想いただけたらまあその毎回は撮らないけどもこう,いうシーズン今こういう時期だからちょっとこういう動画もありかなって時でまた撮るかもしれませんのでよかったら感想も下に書いてみてくださいでは今週一週間もお互い頑張っていきましょうそれじゃあまたねバ,バイバイ